ボンジョールのゆっくり霊夢だよ。うっすらこんにちはマリサだよ。今日はどうしたのよ、いつもと挨拶が違うじゃない。私ね、新しいギルドに入ったんだけど、そこで使われてる挨拶だよ。新しいギルドを募集するにあたって大変多くのギルドさんが声をかけてくれてね、とっても嬉しかったのよ。そんで今回はこんな募集をしたのね。ギルド紹介の動画作るって募集をかけたのね。そうだよ、どのギルドさんもいいギルドばっかだったからね。少しでもお礼をしたいと思って今回は動画を作ることにしたのよ。嬉しいことに募集がいっぱいあってね、今回動画を作れなかったギルドさんごめんなさい。ってことでギルド紹介するよ。その前に後ろの動画は何よ。これ拠点戦の動画なんだけど、動いている絵じゃないと YouTube にスパム扱いされちゃうみたいで、その対策のために動画を流しているよ、気にしないでね。エントリーナンバー2、アウトロー。ピンクがギルドカラーのアウトローさんだよ。まずはギルメン募集からね。それで派紹介させてもらうよ。ギルドはそれぞれが縛りなく自由に自分のペースで楽しむのをモットーに活動してます。募集条件は CP 不問、煽り誹謗中傷なし、唯一あるとすればアクティブであること、そしてギルド名に対してメンバーの人の良さ、ギャップが売りです。不定期でギルド内イベント開催、ラモー対戦、馬レース、ギルド内タイマン対戦、隊長を探せ。などなどギルドイベントが盛んで楽しそうなギルドになるよ。私アウトローなんていうもんだから、こんなの想像しちゃったよ。これグローズなクローズのワンシーン持ってきただろ。ワイルドサイドの友達がいそうな雰囲気だったよ。名前とは裏腹に楽しそうなギルドなのね。このギルドには面白い人がいるんだよ。こんなに、にゃんぴょうさんが歌う歌詞だよ。私これを読んで一人で大爆笑していたよ。よかったら停止を押して読んでみてね。さらにはこんなシーンも届けられたよ。マリサこういう人好きそうだよね。私の中でツボにハマったよ。ぜひ一度お会いしてみたい人だね。その他ギルド内の楽しそうな雰囲気の映像が届けられているよ。ここのギルマスがね、アウトローな感じというかワイルドな人でね、こんな報告が寄せられているよ。隊長が拠点戦のためにオール後にして気合は言っていたのに寝落ちしてしまい、村で仁王立ちしたまま朝を迎えたこと、そして隊長不在のまま勝利しました。ギルマスいなくても勝利できるって良いギルドの証だね。アウトローじゃなくてワイルドだろうみたいな人だね。イベント活発だし、ニャンピョウさんは面白いし、ギルマスはワイルドだし、とっても楽しそうなギルドだね。ちなみあとこれ私的に気に入ってるワンショットだよ。いろいろと画像送ってもらってありがとうなのね。最後に紹介文だよ。停止して読んでね。ニャンピョウさんが歌う歌は4番まであるから、続きを聞きたい人はぜひアウトローまで。では、また。アリーベデルチ。